こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー幼いでございます。今回は臨床心理試験対策講座オンライン過去問アレンジ問題ということで1問出題させていただきます。臨床心理試験や大学院入試の対策などにもお役立てください。ということで早速問題です。A はある回の面接で自分がこれまで避けてきた課題に直面化させられた。 次の回 A は面接をキャンセルし、その直後新たな面接を求めて別の相談機関を訪れた。この事例を防衛規制で解釈するとアクティングアウトと言える。 かかの二択でございます。セカンダリーではこのように臨床心理試験を受験される方を応援しております。この臨床心理試験対策講座オンラインというシリーズの動画のリンク一覧はですね、本動画の説明欄、概要欄にございますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、いかがでしょうか。正解申し上げてしまいます。えー、こちらはですね、え、○、ー、でございます。無料でご覧になられている方はここまでご視聴ありがとうございました。 えーと、そうですね。こちらの問題はです、ね。